問薬剤師伊庭聡です。今日はですね、皆さんに骨のお薬の危険について紹介します。骨粗鬆症、昔なんか言いにくい病気として勉強しましたね。骨粗鬆症、話題になりました。さて、骨粗鬆症よく言われますね。転んだら骨が折れてしまって寝たきりになってしまう、それが怖いよと。確かに骨が脆くなって転んでしまうと怖いです。ただそもそもまず転ばない体作りってのが必要になります。なので骨を強くするお薬を飲むってのはまず実は間違いなんですね。また骨を強くするお薬、もしかしたらこの動画見てる中の人にも1週間に1回飲むタイプのもの、ビスフォスオネート製剤っていうものなんですけど、そういったもの飲んだことあるよとか家族飲んでるよって人いるかもしれません。ただこの薬は絶対に飲むのやめてください。なぜかというと、このお薬は骨を分解する効果を抑えるお薬なんですね。あれ？じゃあいい効果じゃないの？ってよく言われます。でも実際は違います。骨というのは作られる、骨を作るという効果と骨を壊すという効果、この2つのバランスで常に新しいお薬に生まれ変わってます。この骨の作る過程だけ働かして、壊す過程を動かなくする、それが今紹介した1週間に1回飲むタイプだったり、中には毎日飲むやつもあるんですけど、ビスフォスオネート製剤って言われるような骨を強くするお薬ってやつです。これですね、要は骨を壊す効果を抑えるので見た目上骨の量っていうのは多くなります。ただ常に古い骨が残ってる状態になりますので、カスカスな、すぐに折れてしまう骨になってしまうんです。なのでこのお薬飲んでも全然骨は強くなりませんし、それどころかボロボロな骨になってしまうので簡単に砕けます。なのでこのお薬、副作用に顎が腐るよっていう、顎の骨が腐るよっていう副作用があるんです。なのでこのお薬飲んでる人はなんと歯科で受診するとき必ず注意してねって添付文書にも書いてあります。また歯科もそのお薬を飲んでないかってのを必ずチェックするお薬なんですね。おかしいですよね。骨を強くするやつなのに飲むと砕けてしまうから気をつけてね、全く逆のことを言ってます。このお薬は私の中で飲めば飲むほど体を害してしまう薬だと考えております。皆さんももしそういったお薬飲んでることがあるようでしたら避けるようにしてください。今日は骨のお薬についての簡単な副作用紹介でした。ではまた次の動画で。